はい今回は All the things you are の第3弾です今回の動画ではノンダイアトニックコードについいてて見ていきますこの曲に入っているのはセカンダリー・ドミナントそしてモーダル・インターチェンジそしてディミニッシュですねディミニッシュの中でもパッシング・ディミニッシュというディミニッシュが使われていますそれでは早速コードを見ていきましょう ノンダイアトニックコードを見分けるにはキーシグネチャーが合っている状態で臨時記号がついているコードを探しますこの曲ではこのコードとこのコードとこのコードとこのコードこの4つですねまずは1つずつ見ていきましょうこちらの1つ目の c7 ですけれどもこれは fm7 に解決するコードになっています ですのでセカンダリードミナントですね。この F マイナーに対する五セブンコードになっています。そしてこの F マイナーセブンスはこのキーの中では六度マイナーですので五セブンオブシックスというコードですね。えー、次に D フラットマイナーセブンこちらを見ていきましょう。こちらはフォーマイナーセブンというコードになっています。 このコードはどこから来たかというとエオリアンというモードから借りてきていますねマイナーキーから借りてくることでちょっと暗い感じ特にサブドミナントでよく使われるんですけれども暗い感じを出すことができますこの4度メジャー7から4度マイナー7に行くという動きはポップスなんかでもすごくよく使われる非常にドラマチックなコード進行となっています そして次の Bdm7 ですねこちらは3度マイナーの cm7 から2度マイナーの bbm7 に半音進行にして降りていくようなコードになっていますこの形はパッシング dm と言われていて同じコードでも例えば同じ bdm7 でも上がっていく場合と下がっていく場合で 使わわれ方が少し変わってきますこの場合は下がっているのでフラット3デミニッシュ7というふうに考えます、えー、そして最後の c ス c 7は次の fm7 に解決するのでこちらも5 7オブ6となっています そしてこの C7 に関しては Fm に解決するので矢印も書いてしまいましょう以上ででイアトニックコードのアナライズは終わりです。次の動画ではスケールやテンションを見ていきましょう。